分一本勝負を行います。赤コーナー173センチ93キログラム、レインスジャパン、成瀬正幸。青コーナー187センチ95.8キログラム、レインスジャパン、永井光也。レフリー島田裕二。さあ第4試合は同門対決です。前田道場の2人、こちら成瀬正幸、そして永井光也。熊子さん、はい、この両者今日はですね、さっきと言いますか、こう熱気がもう表出てたんですよね。すごいですね、試合前はすごい気迫でした。僕たちが前田さんの次の時代を担っていく、そのこれがリングスの戦いだというのを今日は見せると、季節して全く別のところで私同じことを聞きました。両者とも考えていることは一緒です。激しい試合になりそうです。厳しい攻めですよね、なんせね、いきなり首狙いでしょう、長井選手の。だから過去やっぱり故障した部分をね、はい、狙っていきますからね。この2人にとりましてはこれが2試合目、再戦ということになります。93年の1月有明でこの2人は対戦しまして、その時は永井が勝ちを収めています。あの時はもう一方的だったでしょう。そうですね、今回はなんかやっぱり差が縮まってますよね。お互いに、そしてレベルも上がっているから、もっと素晴らしいものを見せることができると言っていました。まあ試合前に前田秋選手にも聞いたんですが、この試合はいい意味でこれからのリングスを作っていくという話をしてくれましたが、そうですね、この2人の試合がですね、いい試合にならなければ、リングスに、あれですよね、未来は明るくないですからね。そうですよね、ローダー正体からコンビネーション、おっとスッと蹴りが舞い上がっていきます。長井選手、ここ4試合ほどね、ものすごく素晴らしい試合やってますからね。いいですよね、いい試合をね。成瀬翔太、そして今度は来たな、狙っとった、グランついた、グランついた、成瀬がグランついた。さあグランドに行くか、長井はですね、お互いに翔太をまず最初に持っていくタイプなので、じわりじわりとグランドで行きたいと言っていました。首を取ってるぞ、フロントで首を取った、フロントでクロックになっています。これで決まる、おっとっとっと、そんなことはありません。2年前の試合とはもう比べることは、もう比べるのがおかしいぐらいですけども、そうですね、素晴らしい試合になっています。まあスピードがあっていい試合です ね、 いいですね。永井光也の方は前回よりも確かに苦しい試合になるだろうと言っていました。ちょうどね、やっぱり同門でしょう、で同じ流派のね、格闘技者同士がやってるという感じでね、綺麗な試合の展開になっちゃうんですよ ね、 そうですね、技も2回やってますしね、はい、しかし永井、そして成瀬、両者とも言っていたんですが、このトータル的にキックもでき、グラウンドもできるというのは、この前田道場のリングスの面々だけなんで、この広いリングスという道場の中で、このトータルファイト的なリングス、僕たちしかできないリングスのファイトを今日は見せると、腕を取りに行った、腕を取りに行った、油断できません、目を離すことができない、今、永井が攻めています、これは絆は成瀬、成瀬が走っていった、走った、危ない、成瀬が攻めていきます、危ないのは永井。でも動きが止まらないですね、今膝十字でしょうか、ヒールホールドか、ヒールを取りに行ったのは成瀬、お互い取り返す、激しい攻防です。こうお互い手の内をしてたらやりにくいんですけどね、これは逆に本当にいい例が出てますね、はい、このカードは実は前回11月の試合の前に決まったそうですけども、お互いにそれまでは練習、まあ、していたけども、それからもう一切練習はお互いに組むのはやめたということで、かなりこの2人両者激しいものを持っています。今日の試合この2人にしてみればですね、メインを食ってやるというような気分があるんじゃないですかね。当然ありますよね、やはりこの同門対決ということでメインの前田山本戦と比較されるのはもうしょうがない、ですからその比較された難しくない試合をしたいと両者語っています。まあ、こう純粋に技術だけの戦いはやっぱり綺麗に見えますね。そうですね、気持ちがいいですね。そしてね、上になっているのが現在永井光也。まあ、リングスの若手3人の中で、前田明選手が一番力があると認めているのは永井光也選手で、まあ、それぞれの特徴を挙げて説明してくれたんですが、永井光也はしかし競った時にちょっと待ちをしてしまう、待ってしまうという、その辺がいい方向に展開すればなと
ということです。一方成瀬正幸選手については前田選手は今はちょっとスランプ状態なんで技術以前の問題でひたむきさを出せと、この試合はちょうどいい試合だからひたむきにぶつかっていっていいものが出るはずだと言ってました。いいのだった、足決め込んでいる、下から攻める成瀬正幸、そのいいものが出ています、お互いに前面に出ています。嬉しいそうですね、展開が早い、初手から右のミドル、これを待っていたように掴みかけたんですが、成瀬正幸、今度は同じような攻撃を見せる、同じような攻撃を見せる、膝だ、膝だ、使うぞ、成瀬が突っかかっていく、ナイスク、ミドルだ、いや打撃の技術はやはり長い選手上です ね, ありますね、というかパワーですね、やっぱりね、パワーね、今ガラキになったミドルに逃しませんでしたね。あと裏を取ったぞ、グラウンドの展開に成瀬今度は攻めていく、そして首を取った成瀬、攻めていく、長いが苦しい、先輩を攻めます成瀬正幸、いい形になりましたね。さあ絶好のチャンスだ、95年に向かう成瀬正幸、大きな勝利をつかんだ、ロープはもうちょっと、いやこれはすごい、ニュータル高くなりましたね。お互いの実力が均衡しているというのがよく分かりますね。そうですね、まあ先ほどミドルキックでダウンを奪った長井光也なんですが、永井は成瀬の小手の方が威力は自分よりあるんじゃないかと相手のことも認めています。 その辺の、まあ、それはないでしょう。いや、まあ、成瀬が永井を思ってるだけでね、やっぱり一発一発は永井が大きいですよ、まあね、客観的に見たらそうなのかもしれませんが、そういったお互いにこう認め合う心ですよね。ああそういう意味でね、お互いの技術が上がってきたというのをそれぞれ何か語り合っていましたが、ちょっとそれを言っているのはちょっと試合が激しい展開になっています。さあ上から首を掴んで、だからさっき高柳さん言われたように、ね、長井の場合はですね、ある時にちょっと引いちゃうんですよね、はいはい、それさえなければですね、トータル的にはやっぱり今の段階でも3人の中では、長井が一番だろうと前田選手は、勝っておりました。で気持ちの上ではやっぱり成瀬でしょ、成瀬引きませんから、ただそれが勝負となると別だと、うん、事実勝っているのは山本、ベスト4に進出しています。さあこの展開からどういう展開を、おお首で返す、激しい意地気迫、そして情熱、リングスにかけるひたむきさ、全部がぶつかり合います。ブレイクです。流れるのが流れますね、永井光也、前回のペトコフ戦で左の肋軟骨剥離骨折を実はしました。しかしまあその時の傷はもう完治してるからこの試合には関係がありませんと言って、まあこっそりと教えてくれたんですが、まあそういった怪我も両者絶えません。そういった中でこういった素晴らしい試合を生み出しています。小手から打撃から、さあこの辺は得意なところだ、永井光也、お互いの体重差は 2.8kg、 およそ 3kg 長井が重たいだけです。このところ成瀬が体重を上げてきています。だから今の場合でもですね、長井の方がバンと腰砕けましたからね、そうですね、確かにそうですね、8分30秒です。腕を取りに来る、腕しぎの展開ですが、この辺はお互い手の内は十分スパーリングで知り尽くしているところです。うわー、長井の方ですね、長井選手ですね、
阿賀谷が足を取っていました。いやてっきり首の方ばっかりに目がいっていましたが、足で足を取っていました。これは失礼いたしました。逆にエスケープを取りました。これで赤コーナーの成瀬正幸は2ダウンになります。いやボディーブローから顔面への掌底、そしてパンチを持っていきます。成瀬正幸どんどん出した。おー94年成瀬正幸黒星が続きました。オセロのようにこれを全部白にひっくり返してみせますと、これで95年に続きもあげると言ってくれました成瀬正幸ですが、長い道は一時の超過。成瀬選手は相手の技から逃げるときに背中を見せて逃げようとするなんか悪くされますね。裏を取られますかね。体重差は それほどありません。先ほど見ました3キロです。10分経過。お互いに小休止だけどね、イメージ的にはね、昔の軽い時の成瀬が残るものなんですよ ね。あ、そうですよね。先輩としては、だからもしこの試合でね、体重によるね、きつさが生まれた時はですね、はい、やっぱり永井はそれに気づいてないってことですからね。なるほど。でもどうしても小さい成瀬ってイメージがありますよね。ありますよね。どん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 自分のハンデとなっています。この体の小ささを補おうと力をつけ、そして大きくしようとしていますが、足が取った。エスケープ。おー、エスケープ。ヒールホールドか。だからその成瀬が小さいイメージがあるんでね、ちょっと永井選手は戸惑いますよね。今一瞬永井の表情が変わりました。ぐっと目を染めました。長いです。それに向かって突っ込んでいきます。スウェーデン一発かわした。スウェーデンかわしたぞ。ラッシュダウン。ワン、最初のミドルキックが効きましたね。スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。同門対決の終わりか。ナイン。いや立ち上がった。おーという名古屋のお客さん。今度はお返しか。いやカウンターを待っていそうだ。カウンター狙っていそうだ。得意のローリングからのサブミッション。アンクルホールド足首を取ってます。いや油断ができないのは長井道也です。先ほどは足を絡ましたクロスヒールホールド的なものに持っていこうという長井道也だったんですが、変えます。だからその足を置いた球を上に乗れるでしょう。だからやっぱりどうしても技術は長井がね、一律の長がありますね。だけど根性は成瀬ですね、はい。あとそれとですね、永井道也が付け加えていたのはスタミナ面で言っていましたね。この試合でおけるスタミナというのはその普段のスタミナとやっぱ違うから、展開的にもね、ダウンダメージも加わってきますし。おー首を取っての変わったんですか。今飛び始める。高いスライド。しかしロープは足元だ。耐える耐える。ダメロープは見えてるはずだ。ロープは見えてるはずだ。返した返した。ああいうところでちょっとこのパワーの差が出ました ね。ねえ、今エスケープはする必要がありませんでした。そして肩固めか。でもこういうのが積み重なって、ね、だん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 相手に対する圧力になりますからね。なるほど。試合前にじわりじわりと自分は行く作戦ですとこっそり教えてくれました永井道也です。あるいはその通りに行っている、必ずしも行っているのかもしれません。そして最後は私が決めると言っていたんですが、永井道也後ろを取ったのは成瀬正幸。成瀬はこの機会がいいチャンスだと思うと、こういう永井さんを相手に勝たないと、いくらいきなり参戦してきた前回の相手のようなのに勝っても意味がないんですと言っていました。裏を取った完全に成瀬正幸。これで落とせるか。いや逃げようという永井です。いや展開を変えます。成瀬必死の攻防です。この汗の具合を見てもね、お互いにコンディションは抜群ですね。そうですね、そのようですね。嬉しい。これは簡単には決まらないでしょう。そしてポジションも悪い。エスケープ。ちょっと耐えるのも得策でないというので長いエスケープ。ワンダウン、ワンエスケープになりました。長い道也です。ポイントは成瀬正幸が3ダウン。また小手のコンビネーションから両者の戦いが始まっていきます。仕切り直し。熊久保さんは現状はどう見ますか、両者のこの現状。5分ですね。5分、
ただあの場面的には長井選手が押してます。ミルキック、いや、転がっていた、アキレスホールドだ、これで決まるか、これで決まるか、選手油断しましたね。長谷がぐらっと来たので、あの立ったのが遅れましたよね。引きずることができましたが、成瀬だいぶダメージを負ったようです。まもなく15分になろうとしています。30分一本勝負、非常にタフな試合です。おっとおっとおっとカウンターになったか、チャンスだ、長瀬長いか、成瀬がちょっと朦朧としています。ダメージを負いました、まだ回復していない、ダメージ残っている、膝を持っていく、日本勢、いやこれで締める、これで終わりだ、これで終わりだ。14分52秒レフリー勝って勝ちました、長井美希也選手の勝ちでございます。技術の差ですね。あのね、今の首取る前にですね、ボディがキュッと入ってるんですよ、で長井がスーッといったんですね。あの長井は前からボディ弱かったですから、だけどやっぱりその時には安心したと返されましたね。見事な同門対決でした。最後はレフェリーストップが入りました。さっきのようにですね、これ新時代の試合というあのリズムありましたね、やはり本当にリングスはあのいい若いリズムが揃ってますね。そうですね、間違いなく前田明のさらに次の試合を背負っていくのは彼らでしょう。お互いがチーター握手、いい試合でした。桑子さん、そうですね、はい、いい試合でした。長井選手もこれあのうかうかしてないっていうのはもう追い詰められたような気持ちになるでしょうね。でも長井選手としては、しかし、はい、こういった力の均衡が切磋琢磨で、はい、山本を含めて、あるいは坂田を含めてどん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 伸びていくんでしょうね。そうですね、はい、いい同門対決を見ました。敗れたというより長井選手も素晴らしかったですね。そうですね、非常に、そして気持ちのいい試合、何かすっきりしたものが私たちの心に残りますね。そうですね、長井美希也も表情晴れ晴れ、そして敗れました成瀬ももう渾身の力で戦ったという感じです。出すもの全部出したという両者でした。もうあの1年前と、まあ、最初から同じ人物だとは思って試合には臨まなかったんで、あ、でもすごい強くなってました。長井選手ご自身が、はい、今日試合してみて何か、いや、あの逆に僕の方がなんかやっぱり成瀬にやっぱり負けられないっていうのもありましたけど、やっぱり僕と成瀬みたいにこうリングスだけで育ってきた人間がなんか新しいっていうか、あの空手出身だとか三宝出身の人がやる同じルールでやるリングスじゃなくて、僕らがやるなんかリングスを今日の試合で、まあ、形にはもう到底なってないと思いますけど、ぼやけててもなんか作れればいいなと思って今日は試合に臨んだんですけど、あの、まあ、今回打ち合う予定だったんですけど、予定ですが、まあ、僕はもう引かないで、ただやっぱり、向こうの方がいろんな力量はいろんな意味で上だと思うんで、逃げないように前でやっぱり打っちゃおうと思ったんですけど、で、まあ、結果的にちょっとグラウンドはそう狙ったわけじゃないんですけど、思った以上に長井さんがグラウンドを仕掛けてたんで、ちょっとびっくりした目になったんですけどね。あ、もっと打撃で来ると思います。そうですね、道場で一応練習チラチラ見てたら、打撃の練習ばっかりだったんで、グラウンドの練習ないのかなと思ってましたね。長井選手のやっぱ打撃は強力でした、かなり。あ、もう記憶が飛ぶことじゃないですか、やっぱ。すごいですよ、一発一発が。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。